2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社のハンマイオ先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となっております。今回はですね、ハンマイオ先生の、インジケーターですね、の成績が上がってきたんで、紹介しております。今週の成績、まずですね、7000円ぐらいプラスになったんでしょうかね。新しいインジケーター、水曜日ね、今日水曜日で月曜日から始めてですね、試験投資でライブ投資ですね、ライブ投資なんで自動売買で試験できないんで、起きて手入力で打っておりまして大変です。メインの真ん中でパソコンを壊しておりましたけども、左のパソコンでインジケーター出して拾ってましたけども、一つのパソコンでまとめました。通貨国は自動選択と、下の記載通りね、了解を取ってですね、利用してます。自動売買はしてませんけども、通貨国自動の選択はするようにさせました。一つのパソコンでね、全部他はフリーに動けるようにね、準備したんです。で、こちらはフリーで使えるようにですね。でこちらのインジケーターなんですけども、当然ね、こちらの方は自動売買できませんので、通貨国選択、されてね、音声で指示と通貨国を選択されて、こちらで、マウスで、打ち込むというわけですね。シグナル発生からこのインジケーターで今投資テストしてます。ダブルテクニカルでね、やってまして、トリプルですね、実際はね、で分析をさせてます。片寄せボリンジャーバンドは、まあ表示だけはできてますねけども、メインが、RSI ですね。 RSI を2つ使ってます。で、勝率 80% で10個以上、平均ピップスが13ピップスと出てます。その他8の20とか32の29は RSI の数値になりますね。これで今見つかってるのは7つですね。AUD、USD、CAD、JPY、EURO、JPY、USD、CHF、CHF、JPY、AUD、NZD、AUD、JPY になります。今の時刻は10時58分、11月14日ですね、水曜日ですね。で、シグナル待ちになってます。まあ、勝率おのの分析、一応 75% 以上の10個以上の取引があるものと、で平均ピップスが10ピップス以上というもので分析させてます。ですから下の2行目 75% の10個になってるわけね、10ピップス、これ以上の数値で取り入れるようになってます。インジケーターがね、シグナルを出すようにしてます。で左上の場合は今現在の80% の勝率で13ピップスってことですね。というふうに、現在まではそういう勝率となってます。3日ぐらい前からの分析ですね。左から2つ目は外れちゃいましたね。勝率があるか合わないんで、再分析されて消えちゃいました。文字がですね、まあ1万円
5000ボーナスと5000入金でのテストで、まあ、25,472円ですね。ですから15,472円今プラスになってるわけです。まあこのままやって8,000万ぐらい稼げるかなというようなことになればいいんじゃないかと思うんですけども、これで増やしていって、20万、30万、80万、800万、ね、8000万、ね、と増やしていきたいと思うんですけども、1回の月の稼ぎが500万以下としないと、口座が遮蔽される可能性がありますので、月500万ぐらい、ね、で稼ぐのに、この口座をね、大事に、毎月500万ぐらい抑えてね、稼いでいきたいと。他は他でいいところをね、投資していこうと思います。一つの会社じゃなくてね。うまくいったらの話ですね。現在の調子ですとうまくいくいますけども、今後どうなるでしょうかということですね。で、75%以上の勝率で10ピップス以上、平均ピップスで10個以上の取引ということでね、やってるんですけれども、ここら辺の調整が少しうまくいったんじゃないかと思います。で、この系統のバイナリーオプションだけじゃなくて FX の方も投資しておりまして、メインの方では取引しております。まあ、今回ちょうどうまくいきすぎてるんで、今後どうなのか分かんないですけど、1個ずつ投資がいいんじゃないかなということですね。難しいんでね。それでこの勝率ね、従って大体ね、投資的がいいんじゃないかと思います。